D100 型が運転されます。京成電鉄は年末年始の臨時列車を発表しました。京成成田駅の近くにある成田山新勝寺へ初詣へ出かける利用者が多いことから、12月31日から1月1日にかけ普通列車やシティライナーを増発、またお正月三が日と1月中の土曜休日には AE100 型による臨時のシティライナーが運転されます。 AE100 型ということですけども、そうですね、まあ今はね、今回のこの前のダイヤ改正で定期運用から外れたのかな、だからまだ、ね、また1ヶ月経ってまたすぐ復活みたいな感じになるんですけど、ね、臨時便でということです。はい、そうですね、まあまあ、もうね、もうなくなるの近いから、まあ、チャンスがあればというのもあるんですけど、普通にね、初詣で利用する人も多いから、なかなかどのタイミングで乗っていいか分かんないですけど、まあここはね、なるべく初詣の方いらっしゃるから、その方々に乗っていただいて、空席があったら乗るみたいな感じにしてもらって、多分鉄道ファンに向けては完全になくなるときはね、引退の記念列車とかその辺も運転すると思うんでね、まあだからせっかく、まあ、沿線でこれが通過したら、まあ写真撮影するぐらいで止めとくのがベストなのかなと思いますね。まあ、この機会にね、ちょうど乗られるっていう方はぜひ、ね、そうですね、空席があればね、乗っていただけるといいと思いますけどね。はい、